こんにちは。こんにちは。今回はユニクロの値下げ速報です。それでは行きましょう。値下げアイテムを人気順に紹介します。値下げの後、人気がすごいコラボ以外の新作を3つ紹介。新作はコラボの人気がすごいですが、通常アイテムの中にも見逃せないものがありますよ。今回はパーソナルカラーなどは動画の後半にまとめてみました。レディースアイテムをランキング形式で紹介。第7位はイネスアイテム、初めての安値 20% オフです。ダブルシャツジャケットセットアップ可能、価格は3990円。第6位はイネスアイテム、初めての安値 25% オフです。シルクブラウス長袖5990円。第5位は 33% オフです。04ドルマンスリーブブラウス7分袖1990円。第4位は U アイテム、初めての安値 67% オフです。ショートカーディガン長袖1290円。これは安い。サイズの小さいもの、大きいものが値引きされました。第3位は 35% オフです。ワッフルクルーネックワンピース長袖1290円。第2位は 33% オフです。ウォッシャブルコットンクルーネックセーター長袖、価格は1990円。ラストバイです。そうかも、セールと同じ価格までの値下げです。そして第1位は初めての安値 50% オフです。ワイヤレスブラシェイプリフトセットアップ可能、価格は990円。安すぎ。そうですね。メンズアイテムをランキング形式で紹介。第5位は U アイテム、初めての安値 25% オフです。スレットパンツお値段は2990円。第4位は JW アンダーソンアイテム、初めての安値 33% オフです。オーバーサイズラガーシャツ長袖1990円。第3位は U アイテム、初めての安値 25% オフです。オーバーサイズフーデッドブルゾンお値段は5990円。第2位は U アイテム、初めての安値 50% オフです。スウェットプルパーカー長袖お値段は1990円。そして第1位はプラス J アイテム、初めての安値 40% オフです。ドライスウェットシャツ長袖セットアップ可能、2990円。男女兼用アイテムをランキング形式で紹介。第2位は JW アンダーソンアイテム、初めての安値 35% オフです。ピーターラビットオーバーサイズ T シャツ半袖お値段は1290円。そして第1位は JW アンダーソンアイテム、初めての安値 50% オフです。ベンジャミンバニー、スレットシャツ、長袖、価格は1990円。まずはこちらから。UV カット5ネックロングカーディガン、長袖、お値段は2990円。次は、エアリズムウルトラ、シームレスショーツ、ヒップハンガー、590円。次は、ワイヤレスブラ、3D ホールド、お値段は1990円。コーデのアイデア集やパーソナルカラーなど。ダブルシャツジャケット、セットアップ可能。フレンチ、シックの代名詞、国際的トップモデル、イネス、と、ラ・フレサンジュ、とのコラボレーションアイテム。愛知県の女性から、いろいろな年齢層で手が楽しめそうです。シャツ生地のようなライトリネンコットン素材を使用。東京都の女性から 168cm75kg の大柄な体型です。身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。リネン特有のナチュラルな表面感が楽しめる。千葉県の女性からカジュアルセットアップ、メンズ着用時の身幅はジャストサイズくらいです。肩幅は小さめです。詳しいサイズの比較。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。
パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベ、ハルさんはイージーフレアパンツのカラーがいい感じ。はいはいはい。シルクブラウス、長袖。フレンチ、シックの代名詞、国際的トップモデル、イネス、と、ラ・フレサンジュ、とのコラボレーションアイテム。福岡県の女性から、少しゆっくりめで L サイズにしたので、ゆったり着れますが、サイズを上げたため袖が少し長くなってしまいました。クレープ織りのシルク 100% 素材。みーちゃんさんから、フォーマルにもカジュアルにも使えます。身幅は大きめです。肩幅はジャストサイズくらいです。レギュラーシルエットの長袖シャツ。やっちゃんさんから、サイズはちょうどいいです。メンズ着用時の身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。詳しいサイズの比較。雪丈は、普通、です。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベ、ハルさんはイージージーンズのカラーが得意。はい。はい。レイヨンドルマンスリーブブラウス、7分袖。洗濯してもシワになりにくいイージーケア。みやみやさんから、真夏に太い二の腕を出したくないため、七分袖に惹かれて買ってみました。肌触りがとても良いレイヤン素材。みやみやさんから、真夏に太い二の腕を出したくないため、七分袖に惹かれて買ってみました。身幅はかなり大きめです。カジュアルにもクリーンにも着回せる。ひろみんさんから、ジャケットインナーに良い。メンズ着用時の身幅はかなり大きめです。詳しいサイズの比較。肌と調和するカラーごとにまとめました。コーデの色の組み合わせの例です。ブルデ、夏さんはヒートテックレギンスのカラーが得意。はい。トートカーディガン、長袖。去年のコットン 100% 素材を使った総張り編み。東京都の女性から、春先に着る他のカーディガンを見に行ったら、こちらが目につきました。袖口と裾はリブ仕上げ。東京都の女性から、春先に着る他のカーディガンを見に行ったら、こちらが目につきました。身幅は大きめです。肩幅は大きめです。ミラノステッチで編まれた全身頃の V ネックラインはボタンで開閉できる。グレンジャーさんから、綺麗な丈感とシルエット。メンズ着用時の身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。詳しいサイズの比較。雪丈は少し短めです。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。コーデの色の組み合わせの例です。イエベ、ハルさんはストレッチフリースパンツのカラーと相性バッチリ。はい。はい。ワッフルクルーネックワンピース、長袖。柔らかく、気温に関係なく着られるワッフル素材。ズッキーニさんから、着心地は気持ち良いです。お客様の声にお答えして、ポケットを追加。神奈川県の女性から、アイボリーに近いホワイト、身幅は大きめです。肩幅は大きめです。クルーネックの長袖なのでコーディネートしやすく、一枚で決まる長めの着丈。佐賀県の女性から、いろんなパターンでおしゃれが楽しめる。メンズ着用時の身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。詳しいサイズの比較。雪丈は短めです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ、ハルさんはソフトニットパンツのカラーと相性バッチリ。はい。ウォッシャブルコットンクルーネックセーター、長袖。糸のひねりを甘くして柔らかさを表現した肌触りの良いコットン 100% 素材を使用。埼玉県の女性からホワイトの L を購入し、
使いやすくて気に入ったのでグレーと黒の M も追加で購入しました。マシンをシャブルしよう。カポエラーさんから、セーターでは暑いがブラウスでは寒い日に、身幅はジャストサイズくらいです、肩幅はジャストサイズくらいです。糸のひねりを甘くして柔らかさを表現した肌触りの良いコットン 100% 素材を使用。メリメリさんから、季節の変わり目に重宝、メンズ着用時の身幅はジャストサイズくらいです、肩幅は小さめです。詳しいサイズの比較、雪丈は少し短めです。肌と調和するカラーごとにまとめました。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベ・ハルさんはストレッチフリースパンツのカラーがいい感じ。はいはいはい。ワイヤレスブラ、シェイプリフト、セットアップ可能。デザイン性があってサポート力もあるワイヤレスブラが新登場。東京都の女性から、しっかり支えてくれる、お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。スレットパンツ、 UCLASSICO コンセプトにシティウェアとして使えるモダンなスウェットにアップデート。綺麗な表面にするため、上品なコットンを表糸に使った裏起毛の裏毛素材を使用。ジョークさんから、ウエストとお尻にゆったり感がある、ウエストはジェストサイズくらいです、張り感がある素材なのでリラックス感のあるシルエットが楽しめる、レディース着用時のウエストは大きめです。詳しいサイズの比較、渡り幅は少し広めです、また髪は深めです、裾幅は足首に向けてだいぶ細めです、お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ・ハルさんはプレミアムラムタートルネックセーターのカラーが得意。はいはい。オーバーサイズラガーシャツ、長袖、英国の伝統ある装いに注ぎ込まれた JW アンダーソンの革新的なデザインと、フィット、素材、機能性を追求するユニクロの服作りが融合した新しいライフウェア。茨城県の男性から、今の季節にちょうど良い生地で、暑くもなく寒くもない着心地です。繊細なホロキモのソフトタッチ素材を使用。新潟県の男性から、初めて着たけど全てに満足してます、身幅は大きめです、肩幅はジャストサイズくらいです、ラガーシャツを JW アンダーソン流にアレンジ。山梨県の男性から、着心地がとても良い、サイズ感ちょうど良い、吸湿性も良さそうです、レディース着用時の身幅はゆったりです、肩幅は大きめです。詳しいサイズの比較、雪丈は普通です、お肌と調和するカラーごとにまとめました。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。ブルデ冬さんはボアフリースアンクルパンツのカラーがいい感じ。はいはい。オーバーサイズフーデットブルゾン、超軽量のコンパクトコットンを 100% 使用。雨を防ぐための伸縮性のあるトリミングと襟に収納できるパッカブルフードをプラス。あっくんさんから、ブラック M を購入、身幅はゆったりです、フロントとバックヨークに入れたベンチレーションが雨を防ぐと同時に新鮮な空気の循環を可能に。福岡県の男性から、良い点、さらりと羽織れて使いやすい、レディース着用時の身幅はかなり大きめです。詳しいサイズの比較、パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。ブルデ夏さんはワイドフィットテーパードパンツ、セットアップ可能のカラーがいい感じ。スレッドプルパーカー長袖、ドロップショルダー、
リラックスフィットのモダンなシルエットにアップデート。愛媛県の男性から、生地がしっかとしてとても綺麗に着ることができます。綺麗な表面にするため、上品なコットンを表糸に使った裏起毛の裏毛素材を使用。ジミンシーさんから、クルーネックも作ってほしい。身幅は大きめです。肩幅は大きめです。カンガルーポケットや2本針ステッチワークなどのクラシックなスウェットパーカのディテールを採用。レディース着用時の身幅はゆったりです。肩幅はかなり大きめです。詳しいサイズの比較。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベハルさんは、セルビッチ、レギュラーフィットジーンズのカラーがいい感じ。はい。はい。ドライスウェットシャツ、長袖、セットアップ可能。現代的なリラックスシルエット。バナナのバナナさんから、女性ですが、背中のテープに惹かれて購入しました。後ろに切り替えを入れたヨーク部分にアクセントになるグログランテープを使った、プラス J らしいデザイン。愛知県の男性から、こちらのネイビーセットアップと、パーカのカーキセットアップを父に選びました。身幅は大きめです。肩幅は大きめです。はい。ミニコロさんから、前回パーカーを購入したのですが、光沢感があり綺麗な印象だったため、スウェットも追加購入しました。レディース着用時の身幅はかなり大きめです。肩幅はゆったりです。詳しいサイズの比較。雪丈は、普通、です。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ、アキさんはスリムフィットチノのカラーがいい感じ。はい。はい。ピーターラビット、オーバーサイズ T シャツ、半袖。英国の伝統ある装いに注ぎ込まれた JW アンダーソンの革新的なデザインと、フィット、素材、機能性を追求するユニクロの服作りが融合した新しいライフウェア。スミさんさんから、原作に忠実なピーター・ラビット。詳しいサイズの比較。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。コーデの色の組み合わせの例です。イエベ、ハルさんはウルトラストレッチウォームニットパンツのカラーがいい感じ。はい。はい。はい。ベンジャミン、バニー、スウェットシャツ、長袖。英国の伝統ある装いに注ぎ込まれた JW アンダーソンの革新的なデザインと、フィット、素材、機能性を追求するユニクロの服作りが融合した新しいライフウェア。テスターさんから、プリントの雰囲気がいい。詳しいサイズの比較。雪丈は普通です。お肌と調和するカラーごとにまとめました。コーデの色の組み合わせの例です。イエベ、ハルさんはイージーワークパンツのカラーと相性バッチリ。はい。はい。はい。UV カット5ネックロングカーディガン、長袖。はい。長々さんから、この丈の長さは久しぶりなので発売されてすぐ購入。はい。長々さんから、この丈の長さは久しぶりなので発売されてすぐ購入。身幅は大きめです。はい。鳥取県の女性から、ゆとりがあるフィット感があり、カジュアルすぎないキチンと感があり、どんなシーンでも活躍できます。メンズ着用時の身幅は大きめです。詳しいサイズの比較。雪丈は、普通、です。お肌と調和するカラーごとに、まとめました。このアイテムを使った、シンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベ、ハルさんは、ヒートテックニットレギンスのカラーがいい感じ。はい。はい。
タリズムウルトラ、シームレスショーツ、ヒップハンガー。ドライ機能で汗が乾きやすく、風合いの滑らかなエアリズムを使用。ますますさんから、ゴワゴワせずにすっきり着用可能。お肌と調和するカラーごとに、まとめました。ワイヤレスブラ、3D ホールド。放射磁場の切り込みが入った立体カップがバストに合わせて心地よくフィット。奈良県の女性から、締め付けがないので妊婦でも苦しくなくつけれます。パーソナルカラーごとの、似合うカラーはこちらです。今日のコーデガチャ、ガチャ運は。はい、いいのが出ましたか？ユニクロ、ワッフルクルーネックワンピース、長袖。GU、レギンスパンツ、ですね。はい。ここから、コラボ以外の新作で、人気がすごすぎるものを3つ紹介します。今回は値下げ情報を紹介してきました。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、プチプラ研究部のひなたでした。次回の動画もお楽しみに。この動画は、ユニクロ、GU、島村、ハウツー、レビュー、おテーマにお届けしました。